こんにちは、ライスボールです。桃帽子の編み方説明その2。いきまーす。その1の方で、この桃帽子、こちらを、この11段目まで編み方の説明をしました。今日はその続きをやっていこうと思います。なので見てない、まだ1見てないよってあなたは1から見てくださいね。なんでちょっと硬くとなってんの。はい、ほな行きましょうか。はい、12段目から行きます。まず編み図の説明をしようかなと思います。12段目はこの帽子の要です。このへこんでるところとこの膨らみをキープするためにこの12段目を仕込みます。これしなくても12段目抜かしても編めるっちゃ編めるんですけど、こうなります。かぶると12段目がなかったら、12段目があることでこのへこみをキープできるので、ちょっとややこしいんですけど最後までついてきてください。はい、では説明に入ります。編み図はちょっと特殊なのでこの通り説明していきますね。まず鎖11段目の引き抜きが終わった状態からいきなり鎖編み12します。鎖編み12で、2段目の足、長編みの足、これですね。長編み1、2段目の長編みのこの足、どこでもいいんですけど、この足1本引っ掛けます。で細編みをします。でこの引っ掛けた細編みした後に次はこの鎖、こう編んできた鎖編みに細編みをしていきます。11回。そんで細編みしてきたら次こう鎖細編みで引っ掛ける細編みにしてきたら、この裏引き上げ編みの頭、裏引き上げ編みの頭から引き抜きを 1,2,3,4 ってしていきます。実際やってみた方がわかると思うので、大体その流れです。鎖で裏の足まで行って、で足かけて細編みで戻ってきて、で引き抜きでガーッとめぐっていって、引き抜き23回したらだいたい4分の1進むので、そこからまた引き抜き終わったら鎖でガーッといって、前引っ掛けて飛ばして次の足、引っ掛けて飛ばして次の足に細編みして、また細編みで戻るってして、で、また引き抜きを、今度22。一周が全部で91なんで、ちょっと中途半端なんですけど。22にして、これで足引っ掛けてこうやってやって、またこうね、23して、はい、やりましょう。はい、じゃあまず、11段目の引き抜きが終わったところからスタートです。鎖。これはね、縮めなくていいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12までしたら、よいしょ、この裏引き上げ目、次、ここ。ここにこうやって引っ掛けて、これですね、糸を向こう側にしながらやった方が引っ掛けやすいの、細編みしやすいです。糸を向こう側、奥側にしてした状態でこの2段目の長編みの足に引っ掛けて、で細編みをします。刺してかけて出す、かけて2本外す、で細編みができました。で、この鎖に今度、細編みを11回して戻っていきます。かけて、
刺す。編みくるみながらですね、この鎖を。3、4、5、6、7、8、9、10、11、はい、11終わりました。でですね、ここから引き抜き、裏引き上げ編みの頭から引き抜きを入れていきます。刺して開けて、よいしょ、1、次の目も引き抜き、でこの引き抜きは緩くしてください。2、ここできるだけ1目分ぐらい開ける感じ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、これで今引き抜き23目できました。ここからまた鎖編み、次は鎖編み13になります。こことこことここは鎖編み13、ここの12のわけはこのちょっと奥にしたいんでね、筋のところ、なので1目分少ない感じですね。じゃあ鎖編みを13、12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13個したら、次2段目の足引っ掛けてる次の足、これですね、引っ掛けてる次の足、ここにまた細編みをして引っ掛けていきます。糸向こう側にして2個目、ここを引っ掛けます。で刺して掛けて出す、掛けて2本外す、これで細編み1、よいしょー。でこの編んできた鎖編みに細編み12回します。12回できました。そしてまたここまで引き抜きしたんで、ここまでしてあるんで、次はこの目に引き抜きをします。引き抜き、はい、で引き抜きは22なんで、あと21回引き抜きします。で2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、
はい、今22回引き抜きができました。そしたらまた鎖編み13、13回して、この長編みの前引っ掛けて一つ飛ばした足に引っ掛けます。でここで細編み、なんかおかしい、ここか、よし。で細編みをまた12回やります。編みくるみながら12回、1、12回したら引き抜き編みしてない次の目に引き抜き編みをして、また全部で23回引き抜き編みします。1、2、3、これでもこんな感じですね。はい、23まで来ました。で次鎖編む13、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい、そしてここの前かけた足の次のここですね、ここに引っ掛けて細編みをします。はい、細編み、でまたここからこの鎖を包み込み編みくるみながら細編み12、1、12、はい、12回しました。そしたらここの引き抜きしてあるしてないところから残り23ですね。23、引き抜き編みできました。あー、ここに引き抜きした方が鎖編みはやりやすいな。24個目を引き抜きした方がいいですね。13段目は鎖3回で立ち上がって
裏中長編み裏引き上げ編みして長編みをずーっとしていくんですけど、この引き抜き編みしたところもろともして編んできます。はっと思うでしょ。じゃあやっていきましょう。はい、ではまず鎖を3回1、2、3回します。糸をかけて裏引き上げ編みなんですけど、ここの仕込んだのを無視してこっち側からこう、こっち側から裏引き上げ編み分の足をかけて、で糸はこう持ってきて、で糸かけて出す。なんか引っかかった。よいしょ、出す。はい、で糸をかけて2本外して、かけて2本外す。ですね。で、ここのこれが裏引き上げ編みの頭を引き抜いた引き抜きになるので、これは無視して、ここです。ここここに刺します。ここに刺して引き抜き編みもろとも長編みしていきます。この引き抜き編みしてあるところの下、ここに刺します。おちょちょちょ、これで増し目も減らし目もないんで、ここにぐるりーっと編んでてください。ここここまで来ました。で、ここで、これはこうなってますね。で、これは刺して ここです。ここに刺してここから出します。こういう感じで長編みをします。で次はここですに長編みをします。そしたら表にはこの仕込んだところが響きにくいので、はい、こんな感じでまた次のとこまでガーッと編みますね。ここっていうか、この引き抜き編みが出てるところ、この引き抜き編みの出てるところ、ちょっと穴が開いてるんですよ。これこうやってみると、この穴にプシュッと刺します。はい、またここ置きました。そしたら、かけて、ここは普通に、長編み。で、この、ここは、この、こ
ここに刺してこっからこっから出します。で長編みで次も穴はここ見えるかしら、こうですね。で長編みで目立ちにくいという感じですね。よいしょ、ここはここから刺してこの間の間に出してきて、なんか結構ついここですね、ついここに刺して、あと最後まで長編みかな。で、これ最後ですね。よいしょ。はい、で、ここで、1、2、3、4個目に刺して、引き抜き。これでも13段目が終わりました。よいしょ、裏側こんな感じ。12段目の引き抜きを13段目で編みくるむような流れになるので、ここだけポコってなります。でもこのぽっこりのおかげでこの輪が崩れにくい、この輪が若干崩れにくい形になっているので、はい、これで形がキープしやすくなっております。はい、もも帽子にも最後までご視聴ありがとうございます。また若干ここの引き抜きを書くの忘れてたりするので、修正してブログにアップしておきます。またブログの方も確認お願いします。一応 PDF データでアップして、ダウンロード誰でもできるようにしようかなとは思ってますので、また、印刷できるよって人はまた印刷とかしてみてください。はい。では。次の動画でお会いしましょう。バイ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 。糸替えの説明をしようと思います。まずこうありますよね。端っこ。で、新しい毛糸出してきて、こう合わせます。はい。それでですね、糸を上から乗せて、下を通して、元の糸の下も通って、で、この先っぽをこう入れて、で、中に入れます。で、ぎゅーっと引っ張ります。ぎゅっとしときます。はい。で、こっち側も上から乗っけて、下を2本の下を通って、こうですね、こう通って、で
上に戻ってきて間を輪っかをくぐらせる、はい、でぎゅーっと糸を引っ張ってよいしょ、玉結びします。でこうなここまでいったらぎゅーっと両サイドから引っ張るとこう、こうですね。この玉をぎゅーっとやったらもうなかなか取れないのでね、ぎゅーってやってぎゅーってやってぎゅーってやったら、はい、かなりちっちゃい玉になりました。これをこの短い方の糸をハサミで根元からチョキン、長い方切らないように気をつけてくださいね。ハサミで根元からチョキンってするとほとんど目立たない玉になりますので、このかこんな感じで糸返してもらうと容器です。